武田学習、再来週の復帰に向けて外野メンテも上々の仕上がり。さて今回は再来週のマイルチャンピオンシップ州での武田学習復帰に向けて、武田学習が乗った馬、この先乗るであろう馬の調整過程をお伝えできればなと思います。先週天皇賞で2歳牝馬に蹴られてしまって負傷してしまった武田学習ですが、マイルチャンピオンシップの週には復帰ができるということで報じられております。まあ、その後の経過はまだないんですが、まあおそらく順調なんでしょうね。まずはトースポ杯2歳ステークスに出走するガイアメンテです。この馬に乗りたくて復帰を早めたのかななんて感じもするんですけど、18日の土曜日ですね。そのガイアメンテですが、今週は水曜日半路、木曜日シーウッドで2日連続で追い切りをしております。まあ、29日も日曜日も半路で追っておりますね。リットシーウッドの時計が坂井学騎手を背に6波論85秒5、69秒0、53秒3、37秒6、11秒3。コバオープンの帝王スラレルを 0.3 秒先行して首差先着と。シーウッドもですが、ハンロも水曜日が3波論44秒7、日曜日が3波論42秒2と、ちょっとね、この馬時計が遅いんですよね。まあ、7月のデビュー時に秋山騎手を背に3波論37秒7、まあ、4波論は53秒4と、まずまず早い時計を出しているので、非力というわけではないと思うんですけど、まあ、今のところなんか調子の良し悪しを時計で判断ができないんで、まあ、なんとも言えないところなんですけど、まあ、来週1週前追い切りも、引き続き注視していこうかなと思いますね。さて来週はヤマニンウルスが注目の3戦目を迎えますね。今回は鞍上はルメール騎手ですね。まあ武豊騎手に戻るのが規定路線と考えるべき騎手変更ですね。さて調教の方は先週までは緩めの時計でしたが、一昨日の木曜追いは立東半路で段の騎手を背に4波論51秒8、3波論37秒7、24秒1、11秒9と。オーガスタスカイ、コバ2勝馬ですね。を1秒追走の 0.9 秒先着とぶっちぎってますね。ヤマニンウルスは11月12日、エリザベス女王杯の日の2勝クラスダート 1900m を予定してますね。ヤマニンといえばヤマニンゼフトも帰球してきましたね。今週は静騎手を着せに、半路で発時計ですね。まあ、どっからになるのか、まあ、暮れの中京あたりとかからですかね。まあ、もしくはまあ、年明けの京都とかですかね。今週の第5ステークスに登録していたモンファボリですが、登録だけで出走はしませんでしたね。ただ追い切りはしてまして、立東ハンドで4波の52秒9、37秒2、23秒9、12秒3。これは武豊騎手の復帰に合わせて出てくるんですかね。菅井厩舎の同厩舎のカルパも先週から帰球していますね。今週は水曜日半路、木曜日シーウッドで追われています。まあ、半路は時計が今一つでしたが、シーウッドは7波論から追われてますね。96秒8、80秒8、66秒1、51秒8、37秒7、12秒6。新馬にちょっと詰められてますね。まあ、ただ時計は悪くないですね。まあ、むしろ煽った新馬が結構優秀なのかなと思いますね。里のアライブっていう馬で、ブリックス・ワンド・モルタル3区ですね。この時はカンタ君が乗ってたみたいですね。オパールステークスで13着に沈んだジャングロは先週日曜日から時計を出して水曜日も半路で追われております。これはどこを走らせるんですかね。ジャパンカップの裏の京阪杯とかですかね。まあ復帰後に掲示板すら乗ってないんでちょっと頑張ってほしいところですね。あと関風は水曜日シーウッド、藤岡に寄せに6波論83秒1、67秒1、52秒6、37秒7、12秒0。コバ1勝クラス 0.4 秒追走の 0.8 秒先着と。来週の武蔵野ステークスを予定してますね。これは誰が乗るのかな。さっき想定が出てたけど、藤岡兄が乗りますね。藤岡兄か、ちょっとなんと。戸崎騎手かなと思ったけど、戸崎騎手は、あれ戸崎騎手は想定に名前がないな。デイリー杯の方に乗るのかな。戸崎騎手はデイリー杯にも想定に今んとこ名前がないですね。まあでもまあなんか乗るんだろうなと思うんですけど。昨年のコトステークス以降休んでいるセントウルも今週から時計を出してますね。いいコースで追い切られてますね。まあこれから徐々に乗り込まれていくのだと思いますね。天皇賞秋で復帰したばかりのドーデュースですが、レース後早くも水曜日にプールを3周、木曜日も2周と、
ダイエットに励んでますね。天皇賞秋は512キロで出走、京都記念は508キロでした。ただダービーの時は490キロだったんで、成長分はあるにしろ、いずれまあいずれにしてもやっぱちょっと太かったのかなと思いますね。まあ、ジャパンカップのリベンジが楽しみですね。例えば昨日終わった JBC クラシックですが、乗っ取るのは復調を感じさせる2着でしたね。マイナス27キロと大幅馬体重減でしたが、まあ、急な乗り換わりとね、まあ、不利な条件が重なったんですけども、まあ、森タイト騎手は見事なレース運びでしたね。コメントで勝ちたかったのですが、マイペースで行かせてもらえて差し替えそうとしてくれました。追ってから鋭いところはありましたが、頑張ってくれました。乗せていただきありがとうございますという。まあ、ファンとか関係者からしたら、まあ、こちらこそありがとうですよね。まあ、次は東京大賞典かな。その先にフェブラリーステークスもありますが、まあ、左回りがっていうコメントがたびたびだけ高騎手から出ているんで、右回りの多い東京大賞典の勝利を期待しておりますね。音無調教師も、まあ、来年の2月で引退ですからね。まあ、G1 は、まあ、あと何度もチャンスがないんで、まあ、なんとか最後に G1 を勝ってほしいですね。クリノドラゴンはミユキ騎手が騎乗して6着でしたね。まあ、G3 あたりだったら勝てる力はあると思うんで、引き続き注目したいですね。スプリントのリメイクは2着。レディースクラシックのアイコンテーラーは1着と。河内調教師もね、調教師として初の G1 制覇のようですね。まあ、タラレバですけど、武豊騎手が出ていたらね、まあ、3勝はあったと思うとね、なんとも微妙なところですね。さて、今日は土曜日なんですけど、まあ、今日ちょっと回避で、明日はアルゼンチン共和国杯に行こうかなと思っております。それではまた。